スタジオレインチ新人冒険者が行方不明になったと聞いてきてみれば出てくるモンスターはザコゴブリンばかりじゃねえかクソがこんなザコ相手じゃ全然たぎらねえこれであの報酬金ならこんな楽な仕事はねえな <laughs> おおっチッターマシなやつが出てきたなま 俺にとっちゃ赤子の手をひねるようなもんだがな今のがこのダンジョンのさかダンジョンの入り口からくまなく捜索してきたが、ここにいないとなると、は、食われちまったか。ま、それならそれでいい。この程度のダンジョンで死ぬような奴は、どのみち冒険者としての素養はねえんだからな。 あおい、そこの岩陰に隠れてるやつ出てこい。チッ、バレてねえとでも思ってんのか <laughs> 俺はてめえのことを探しに来たんだよ。被害は加えねえから、とっとと出てこい。驚いた。まだガキじゃねえか。なんだてめえ もしかしてダンジョンと知らずに迷い込んじまった、無関係のガキかいや、その件を見るに、テメェが捜索対象の新人冒険者か。なんだ、テメェ。ちびっちまったのか腰抜かして、ずっと震えて、ドラゴンに怯えて、ずっと隠れてたって感じかたく。 めんどくせえ。ほら、おぶってやる。爆速で戻るから振り落とされるんじゃねえぞ。それと、てめえは冒険者には向いてねえ。ザコは冒険者なんかとっととやめて、おとなしくへいへいボンとした普通の人生を送るこった。んじゃ、行くぞー うん銀貨4枚間違いなく受け取った楽な仕事だった次からは俺以外に頼むんだな俺が稼働するのは最低でも A ランク以上の仕事だくれぐれも忘れんなよお誰かと思えばビビったガキじゃねえかどうした 冒険者登録の抹消にでも来たかはおいガキ今なんつった俺に弟子入りしてだと <laughs> <laughs> おいお前ら聞いたか <laughs> 自分で自分の身を守れねえやつが俺に弟子入りだとよこいつは傑作だ <laughs> ふざけんなよガキテメには言ってやったはずだ冒険者をやめろってなテメには才能がねえんだよ俺みたいな獣人でもなけりゃ魔法使いとしての才能があるわけでもねえ 肉体も弱っちい、雑魚中の雑魚。冒険者なんて目指すだけでおこがましい。今、てめえの首にあてがってるこのナイフ。俺がてめえに詰め寄って、ナイフをあてがうまで、その姿、ちらりとでも見えたかふん、<laughs> そうだろ。それがてめえに才能がねえ何よりの証拠だ。いきなり乱暴して悪かったな。 だが、言ってわからねえとなりゃ、多少刺激の強い方法を取るしかねえ。何も、無駄に命を散らす必要はねえ。これは俺なりの優しさだ。甘んじて受け入れることだな。おい、受付の姉ちゃん、こいつの冒険者登録抹消の手続きしといてくれ。あ本人の許可がねえとできねえだと知らねえよ、んなこと。 仕事の依頼受けてやんねえぞじゃあなガキせいぜい長生きしろよああ少し箱こぼれしちまってるから研ぎ直しを頼むそんで装備の重量これをもっと軽くしてくれ要は攻撃を食らわなきゃいいんだ 機動力重視で頼む。じゃあ、一時間後にまた来る。金は払ってんだ。頼むぞ。げえ。はぁー。なんだ、ガキ。今度は何の用事だああ、言わなくてもいい。今日も同じだろ。弟子入りさせてくださいって、何度も何度も、 毎日毎日頼み込んできやがって。その度に分からせてやってんのに、なんで懲りないかな。一度本気で痛めつけねえといけねえか <laughs> <laughs> いいか。この程度の痛みで動けなくなるやつを、弟子ンするつもりはねえ。足手まといにしかなんねえし、知らねえうちに死んじまってそうだしな。 少し内臓をシェイクしてやっただけだ。しばらくしたら復活するから、そこでおとなしく遺液吐いてな。じゃあな、二度と話しかけてくんなよ。はおいおい、無理すんな。なんで立ち上がろうとして。ああ、もう。ほら、これ飲め。少し楽になる。どうだ少し、 楽になったかそ、そうか。正直、驚いてる。手加減したとはいえ、俺のパンチを受けて立ち上がろうとした奴は初めてだ。一つ、聞いていいかどうしてそこまでして、俺に弟子入りしたがるんだあ俺が、てめえの憧れだから 俺みたいな、かっこよくて強い冒険者になりたいからって。なんだよ、その理由。バカ見て。そんな理由で立ち上がれんのか、てめえは。はぁ、あ、めんどくせえなぁ、よおい、ガキ、ギルド行くぞ。これからてめえを駒遣いとしてそばに置いてやる。 要は俺の荷物持ち兼雑用係だ。俺の技術については見て盗め。わざわざ今節丁寧に教えてやったりはしねえから、そのつもりでいろよ。ち、そんな喜ぶな。俺はガキが嬉しそうに騒いでるのが一番大嫌いなんだよ。うるせえし、目障りだからな。ほら、さっさとついて来い。置いてくぞ。 ギルドじゃねえと駒使いの契約結べねえからな。ふん。よし、これで最後か。無事、掃除完了だな。おいガキ、怪我はねえかおっと、へばっちまってるみてえだな。ま、無理もねえか。獣人の中でも俺みたいなハスキー種は、 機動力がメイン。そんな俺についてくるのは人間にはちっと厳しめだからな。うん。ほらよ。獲物の花だ。あらかじめ倒しながら集めといた。ギルドに持ってくと討伐数に応じて報酬がもらえるから、ちゃんと数も数えとけよ。ほら、さっさとしまって、戻る準備をしろ。日が暮れちまう。ああ。 いや、そうだな。今から戻ってもどっちみちギルドはやってねえか。今日はここで一泊して、明日の朝戻るとすっか。そうしねえと、てめえ途中で倒れちまうからな。いや、なんでもねえよ。ほら、テントは俺が建ててやるから、てめえはそこで少し休んでろ。いいな。 うん。できたぞ。飯だ。食え。あ俺が料理するのがそんなに珍しいか確かにてめえには飯やなんやらいろいろ任してきたが、俺だって飯の一つや二つ作れる。それともなんだ俺の作る飯はまずいから食いたくないとでもふん。それならいい。 冷めちまうからとっとと食えよ。どうだ <laughs> 何がって味だよ。うまいかって聞いてんだ。そうか。うん。ならいっぱい食え。てめえは力が弱いからな。とにかく大量に肉を食って筋肉をつけろ。まずはそこからだ。確かにてめえに才能はねえ。だが、強くなろうとする意志や、 必死に俺について来ようとするところだけは、俺も認めてやる。だが、てめえみたいなガキはやっぱり。いや、なんでもねえ。そういや、てめえが冒険者になろうと思った理由についてはまだ聞いてなかったな。俺が憧れってのももちろんあるだろうが、それ以外にも理由はあんだろうほら、人を守りたいとか、 名声を得たいとか、いろいろ。あそれしか選べなかったからどういう意味だええー、てめえコーチなのか。今の年じゃまともに仕事ももらえねえから冒険者に、ねえ。単純に生活のため、冒険者になったって感じか。そんじゃ。 やっぱりてめえはまだまだ甘えたい盛りのガキってことだな。<laughs> そう怒んなよ。てめえのそういうところがまだガキなんだ。あそれともなんだママのお乳が欲しくて怒ってんのかうーん。あおいったく拗ねてテントに入っちまった。はあまったく。 俺も甘くなっちまったな。なんだかんだ、あのガキのことを気にかけるようになっちまった。依頼も、あいつに危険がないようにレビルの低いものばかり選ぶようになっちまったし、今日だって、俺一人ならさっさと帰ってたところを、5時だから仕方なく冒険者に、か。 俺の人脈を使えば仕事を斡旋することくらいわけねえ。よな。あのガキには叱るべきところで平和に生きてもらうことにするか。おい、おせえぞ。いつまでチンたら準備してんだ。おどうしたその剣。ひょっとして新しく買ったのかうーん。 俺のすすめ通り扱いやすい探検にしたのか。なかなか似合ってるぞ。でもよ、悪いけど、今日の依頼にてめえは置いてくことにしたんだ。てめえがいつもついてくることを考えると、依頼のレベルが高すぎる。だから今日てめえはお留守番だ。は荷物持ちぐらいはできます。だと はあ、わかんねえガキだな前々から思ってたけど、てめえがいるせいで受ける依頼のレベルを数段下げなきゃなんねえ。どう回しに行ってもわかんねえなら教えてやるよ。<laughs> てめえは邪魔なんだよ。何 <laughs> 泣きそうな面してやがる。泣いたら俺がてめえを連れて行くとでも思ったか そういうところもガキっぽくて腹が立つ。俺はそんなに優しいやつじゃねえ。この際ちょうどいい。てめえを駒遣いにする契約も破棄することにする。契約書は、はい、ビリビリー。ふ <laughs> 破った契約書を必死に書き集めても意味ねえぞ。もはやそれはただの紙切れだ。本当に。 てめえは何の取り柄もない雑魚の靴だったよ。あ、でも、そうだな。武器の管理だけはまともだった。鍛冶屋のおっさんのところにでも行けばいい。仕事くらいはもらえるんじゃねえかその方がてめえには向いてるよ。じゃあな。 ふぃ、久々に荷物を自分で持って行ったが、なかなか疲れちまうもんだな。ほら、依頼通りドラゴンの巣を破壊させてきた。帽子をよこせ。確か金貨三枚だったかあ金庫から取ってこい。それくらいなら待っててやるからよ。ちっ、また厄介のが来やがった。 んだよ。鍛冶屋のおっさんのところには行ったのかそうか。ああ。確かに。俺が頭下げて頼んでやった。デメを雇ってくれってな。勘違いすんな。デメが近くにいると目障りだから、二度とギルと周辺をうろつかないように、仕事をあっせんしてやっただけだ。それで、無事に雇ってもらえたんだろうな。 はあ、それを聞いて、ずっと俺を待ってたって、はあ、また弟子入りしたい、だとち、ふざけんなふざけんなよ、クソガキ俺がどれだけてめえのためを思ってやったのか、まだわかんねえのか 毎日毎日、その雑魚の体で、モンスターと戦って傷つくてめえを見る俺の気分が、てめえにわかるかよああ、もう全部どうでもいいや。元より俺は、人の意志とか気持ちとか、そういうのを尊重するのには向いてねえんだ。だから、てめえ俺の好きなようにすることに決めた。 受付の姉ちゃん、依頼の報酬金いらねえぞ。その代わり、一週間ぐらい俺はギルドに来ねえから、そのつもりでいてくれ。理由聞くな。ほら、行くぞ。てめえのこと、俺のパートナーにしてやる。だから、教えてえことがいっぱいある。ちゃんと俺について来いよ。 ほら、イデよ。ここがどこだか、だと見りゃわかんだろ俺の家だよ。ほとんど使ってねえ空き家みてえなもんだから、掃除もまともにできてねえがな。ま、別に汚くてもいいだろう。これからは俺の駒使いがきれいに掃除してくれるんだからな。ん 何、ギョトンとしてやがる。俺はちゃんと言ったはずだぞ。てめえを俺のパートナーにしてやるってな。あのな、俺はもう、てめえが傷つくところとか、苦しい思いをするところを見たくねえんだ。てめえみたいな可愛いガキは、平和なところで生きていてほしいんだよ。最初は違った。 自分の実力がわかんねえ生きがったガキだって、そう思ってた。でもよ、一緒に過ごしていくうちに、俺ともあろう者が必死に努力するてメえを大事だって、そう思うようになっちまった。そんでもって、てメえが冒険者になった理由を聞いちまえば、もう止められねえ。意図的に突き放しても、こうやってまた弟子入りしに来る。 ならもう、こうするしかねえ。無理やり俺の欲望を突きつけて、てめえに嫌いになってもらう他に、ねえじゃねえか。言っとくが、今の俺は発情期だ。逃げられるとは、思うなよ。あ、そうだ。てめえ俺んちにずっと閉じ込めておけば、 危険な目に遭うこともねえじゃねえかやっべ俺天才かも確か魔物を捕獲する用のカセがあったこれだこれだうんちょっとクッ <laughs> かわいいただでさえザコなのにカセつけられたせいで身動き一つ取れなくなってるの最高すぎだろ あれそういえば俺、なんでこいつを家に連れてきたんだっけまあ、全部どうでもいいやベッドに連れて行ってたっぷり可愛がってやるからな大好きだぞかわいいかわいい俺だけの雑魚がきうーん 最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた、次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。